それではただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話をさせていただきます。はい。定例の記者会見始めさせていただきます。私から話題は1点、新型コロナウイルス感染症についてであります。本日4名の方が新型コロナウイルスに感染をされまして、お亡くなりになられたことが確認をされました。お亡くなりになられました方々に哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の方々に心からお悔やみを申し上げます。まず昨日時点の主な指標でございます。先週と比べますと、重症患者数と感染経路不明の割合、こちらを除いて多くの指標で残念ながら改善が見られないという状況でございます。特に新規感染者数でございますが、28日には103日ぶり、1月15日以来の200人超えという状況になっております。特に札幌市内では連日170人を超える状況がございまして、厳しい状況が続いております。これをグラフで見てみたいと思います。新規感染者数や入院患者数等の増加が続いているところであります。新規感染者数でございますが、1月中旬のピーク時の水準に近づきつつあるという状況であります。入院患者は3月から一貫して増加傾向が続いているところであります。札幌市の新規感染者数は1月中旬の山を超えまして、こちらですね、こちらの増加の山をもう超えてます。こういう状況でございます。増加が続いている状況にあります。感染経路不明の割合につきましても 40% 前後で推移をしておりまして、極めて厳しい状況に直面をしております。そしてこの感染者数は札幌市に集中をしているところであります。全島の7割以上を占めているという状況となっておりますが、札幌市以外でも少しずつ感染が増加をしているという状況がございます。こちらの北海札幌市以外の部分については抑えられているということをこの間お話をしてきましたけれども、ここ数日ですね、札幌市以外についても増えてきているという状況がございます。札幌市以外の地域の感染拡大にも最新の注意を払っていかなければならない状況にあります。そして変異株であります。引き続き変異株、こちらは増加をしているところであります。変異株への置き換わり、こちらが進んでいる状況であります。この変異株の割合についても引き続き約8割が札幌市ということでなっている状況でありますけれども、こちらにつきましても札幌市以外の広がり、こちらにも警戒をしていかなければならないという状況でございます。このように道内、特に札幌市内の状況、これは極めて厳しい状況が続いております。現在ゴールデンウィーク特別対策ということで、皆さんのご理解ご協力をいただきまして実施をしているところでありますけれども、改めてこの対策を徹底をしていかなければならないという状況にございます。本日4月24日から1週間経過をいたしましたので、この間の札幌市内における感染状況等を見ていきたいと思います。まず新規感染者数について見ていきたいと思います。24日から外出自粛、そして27日からは営業時間の短縮、この要請を札幌市内においては行わせていただいているところであります。一昨日、昨日と連日、先ほど申し上げたように170人を超える新規感染者の確認という状況になっておりますので、大変厳しい状況にございます。1週間の合計では、特別対策開始前日、特別対策が24日からですから、その前日の23日と比べますと 1.25 倍という形になっています。それではこの人出の部分を見ていきたいと思いますけれども、札幌駅とすすきの駅での人出について見ていきたいと思います。23日以降、24日から特別対策をやってますので、人出は増加をしまして、昨日は休日による影響により減少しているというふうに考えています。
陽性の前日であります23日との比較で見ますと、札幌駅につきましては 12% 減少と、すすきの駅では 7% の減少ということになっています。まあ、こちらですね。でこちらの9時の、時間になっています。9時と15時と22時で見ていきたいと思いますが、次は15時の人出を見ていきたいと思いますが、こちら15時でありますが、9時とほぼ同様の傾向になっています。こちらはですね、23日比で見ますと札幌駅では 5% の減少なんでございますが、すすきの駅はむしろ 4% 増えているという状況がありまして、まあほぼ横ばいという状況と言えるのではないかと思いますが、15時時点でこういう状況になっています。そして22時の人出、こちらで見ていきたいと思いますが、こちら23日以降減少傾向が続いてきているところでございまして、23日比で見ますと札幌駅につきましては19% の減少、すすきの駅において言うと 23% の減少ということでございます。こちらご覧いただいて分かりますように、日中においてはなかなか人流が減少をしていない。また一方で夜間、まあ、22時でありますけども、こちらにつきましては営業時間の短縮要請などに大変な中ご協力をいただきまして、ご利用される皆様にもご協力をいただいていることによって、まあ、人出が減少している傾向が見られるということであります。こういった状況も踏まえまして、この1週間の人流、昨日休日の影響を除くと、日中では大きな残念ながら減少が見られていないという状況でございます。感染を減少に転じさせていくためには、お一人でも多くの方に外出を減らしていただく、外出を減らしていただき、人との接触、これを抑えていく、このことが必要でございます。このことを受けて、どうとしてもこの日中の人流を抑えていく、このために明日の5月1日から札幌市内のすべての同立施設を原則休館とさせていただきたいというふうに考えています。この点につきましてはご利用予定をされていた方々もいらっしゃると思うわけでありますが、今現在の札幌市内の大変厳しい状況などを踏まえまして、ご理解とご協力をいただければというふうに思うところでございます。現在札幌市内では怪我や急病といった通常の医療にも支障を生じかねない状況の中で、お一人お一人がご自身の命健康、まあ、これはもちろんのことといたしまして、大切な人の命健康、こういったものを守るためにも本当に必要な外出かどうかについて慎重の上にも慎重にご検討いただきまして、できる限り外出、そして札幌市との往来、これを控えていただくようにお願いを申し上げます。特に今ご説明した通り、夜間につきましては一定の減少が見られるわけでありますが、日中の外出往来について改めてその必要性について見つめ直していただくようにお願いを申し上げます。そして道においてもこのゴールデンウィーク期間中でありますが、札幌市内で積極的な普及啓発を行ってまいります。経済関係団体の皆様を通じまして、特別対策の徹底した周知や経済団体の皆様と連携をしまして、実施率6割を目指すテレワーク時差出勤の取り組みを進めてまいります。そして大勢が集まるような場所での普及啓発、札幌駅前市内5カ所におきます街頭ビジョンを活用した注意喚起、地下歩、地下鉄、駅、空港、さまざまな場面におけるポスターなどによる対策の周知徹底、百貨店、地下街のご協力をいただいた集中的なそういった喚起も行ってまいります。また河川敷など飲食の自粛の注意喚起、この看板の設置、同立公園、花火の時期の宴会の自粛の周知、また道路情報板を活用した往来の自粛の呼びかけの徹底、これらを行ってまいります。最後でございますけれども、この連休中、受診相談でございます。この連休中ですね、発熱などの症状がある場合、直接医療機関を受診するのではなく、これは年末年始の時も、皆様にご協力をお願い申し上げ、ご利用をいただいたわけですが、
発熱などの症状がある場合、直接医療機関を受診するのではなくて、かかりつけ医がいる場合、まずはかかりつけ医にご連絡をしていただきたいと思います。そしてかかりつけ医が休診の場合、またはいないという場合は、24時間連絡を受け付けておりますので、北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター、こちらにご連絡をいただき、受診先をご紹介をさせていただきます。そして、最後でございますが、札幌市内においては、まん延防止等重点措置、緊急事態措置、この対象となっている地域と、同様の要請となる、外出往来の自粛、このお願いをしているところでございます。これが徹底をされないということであれば、感染拡大に歯止めをかけることが難しい状況がございます。繰り返しとなりますけれども、5月11日までの間、札幌市内においては、通院や買い物など、生活や健康に関わる場合を除いて、外出の自粛、往来の自粛、これを徹底してください。今後、人流が減少せず、感染の拡大が抑えられない場合には、連休中であっても速やかに、まん延防止等重点措置、緊急事態措置の内容も含めた中でのより強い対策を検討していかなければなりません。今後の感染状況はもとより人流の動向等を慎重に見極めながら、札幌市、国との協議を加速をいたしまして、あらゆる事態を想定して準備を今進めています。改めてとなりますけれども、札幌市内におけるこれ以上の感染拡大を抑えて、全道への感染拡大を防いでいく、このために道民の皆様、事業者の方々、5月11日までこの特別対策、その徹底について皆様にご理解とご協力を心からお願い申し上げます。私からは以上です。それではまず、ただいまお話ししました話題に関するご質問をお受けいたします。発言の際は挙手の上、社名とお名前をお願いをいたします。北海道新聞の村田です。今お話のあった、まん延防止等重点措置についてなんですが、先週から国に要請する方向で検討を始めていらっしゃいますが、もうかなりその感染者数も、もともと目安としていた部分から相当離れる形で増えてきていると。で、有識者の方々からも、要請しなさいというような声が相次いでいる中で、なお今の段階ではまだ要請されてないわけなんですが、その要請されてない理由について、教えてください。これはまん延防止等重点措置、要請している県もあります。で、要請をしていて追加になってない県もあります。どういった時にまん延防止等重点措置に国として判断をされていくのか、必ずしも明確になってません。ただ我々としては、国とですね、札幌市内におけるそういった道内の厳しい感染状況について、国に対して日々情報共有を図っています。そして道として必要な対策を講じつつ、その効果を見極めながら必要な対策が取れるように国とは協議を行っています。そういった状況にあります。その要請をしても国が受け入れてくれないような、そういう協議がなされているということなんでしょうか。感染状況については国ともしっかり共有してます。で、我々札幌市ともしっかり協議をしてますし、国に対してですね、情報共有を図りながら協議をしているというのは事実です。そういう中で、要請をされないっていうのは、そういった国がやっぱり受け入れませんよっていうふうに言ってるからってことなんですか。受け入れませんよと言いますか、その他の県の状況なども我々見てますけども、県が例えば三重県とか岐阜県とか要請してます、要請をしてるけども、状況の推移を、見極めるということで、国としてお話をされていて、ちょっと今日、この時間時点での状況私確認できてませんが、三重県とか岐阜県がまん延防止等重点措置の対象になったっていうのは聞いてないとこです。
で我々としてはまずは今の足元の感染状況の中でまん延防止等重点措置また緊急事態措置、まあ、その中で、ある意味では緊急事態措置になった時にも、求められるような内容なども含めてですね、必要な対策を打ちつつ、国とは協議をするという状況であります。それと、若干話題がずれるんですが、先ほどの説明で、道内全域にこう感染が札幌に集中したものがだんだんこう広がりつつあるというようなお話があったかと思います、はい、で、そういう中で、おそらく、今日のチェックインの分から、新しい旅のスタイル、これ札幌市を除いた、旅行代金の助成事業ですけども、これ来月いっぱいまで、延長することになりました、この道内に広がりつつある中で、この延長するということについて、懸念する声もあるのかなと思うんですけども、途中での、やはり解除するシステムっていうのもあるとは思うんですが、この感染状況が広がりつつある中で続けることについてはいかがお考えになりますか。これいろんな意見が正直率直あると思ってます。でまず札幌は除外です。それと対象については同居している方、そしてお一人の方です。で、各県域内における、マイクロツーリズムで行っていただく。でこの4月やった中でやはり黙食黙浴を徹底して求める中でですね、なかなかその部分、実際に注意とかそういったところがなかなかできてないところがあるんじゃないかって課題もありました。その点についてさらに事業者の方にお願いをするというさらなる対策を具体的に求めています。そしてゴールデンウィークなんですけども、今緊急事態宣言出てまして、またまん延防止等重点措置も出てる中で、その県をまたいだ移動は控えてほしいってことをお願いしてるんですが、そういった中でも感染拡大地域から北海道にお越しになるという状況があると、完全にそれはゼロにできないという状況があると我々は思ってまして、そういった中ではやはり、その宿泊事業者の方にそのサービスを利用する方も利用しない方も含めて徹底した感染対策を、取っていただく、このことをむしろゴールデンウィーク中にやっていただくことを、前提としてこの対策をより強くして継続する必要があるんじゃないかと思いました。これはいろんなご意見あると思いますけど、ゴールデンウィーク緊急事態宣言出てるところから人それはゼロになるっていうことでは多分私はないと思ってますから、でいろんな方が宿泊施設利用します。でこの、新しい旅のスタイルの方もいるし、そうじゃない方ももしかしたら利用されるかもしれません。でその時に、宿泊事業者の方からやはりしっかり注意喚起をしていただく、それは利用者だけではなくて、ですからこういったことをしっかり取り組むことによって、札幌は対象外ですけども感染が一定程度抑えられている地域においても、この対策時期にそういったご利用で感染が拡大することを避けるという観点から、事業者の方には大変申し訳ないですが、そこを徹底していただくということを求めて、この事業を行うということが必要だという判断です。わかりました。あと、どういう施設の方を、全て休館にするということなんですが、もちろんその立場が違うんですが、札幌市の施設の方は、まだそういった発信が今の時点でないのかなと思うんですけども、札幌市の方も、そういった休館にすることをですね、検討すべきだとお考えでしょうか。札幌市でいろいろ考えているところであります。これは私立同立の施設については時間の短縮ですとか休館ですとか、そこを順次検討していこうというのが前回の対策の中で、市と道で、共同してそれやっていこうってことで走ってきました。その中で今先ほど申し上げたように、どうしても日中の、人流が減らないという状況の中で、やはりこれはもう一歩踏み出して、皆さんに大変ご迷惑をおかけするんですけども、対策を講じようっていうのが判断です。で札幌においてもですね、いろいろ対策については検討されているというところです。よろしいでしょうか。他にご質問ございますでしょうか。はい、他
北海道テレビの元吉です。5月5日に行われます、ハーフマラソンについてお伺いします。このハーフマラソン自体、オリンピックのテスト大会という位置づけではあるんですけれども、一方主催が実行委員会ということで、北海道がトップを連ねています。こうした中、農民市民の皆様に厳しい自粛を求める中、北海道がトップに実行委員会のトップに立っているこのマラソンについて、実施されるということについて知事の受け止め、都民の方中からやはり矛盾しているんじゃないかという考えがかなり多いと思いますので、そこの受け止めですとか都民に対する説明をお願いします。まずこのマラソンのテスト大会について、一部誤解がある方もいらっしゃるんじゃないかなと思ってるんですが、当初一般の参加で2500人ということであったんですが、まず一般の参加これもうやめて中止になってます。それと感染だとかそういったものは自粛ってことで、皆さんにはそういった沿道でのそういった感染、そういったものはやらないという状況になってます。でやる中身っていうのはテストということで、実際その最低限の人数にしていただいて、そのコースの確認を行うという形になりますので、そもそも札幌市内における、外出の自粛、これ求められてますから、そういった沿道での感染の自粛や外出の自粛が求められている中で、皆さんそういった背景というのは、十二分にご理解いただいた中で対応いただけると思ってますが、そういった状況です。ですので、そういった必要最低限の、対応になることがやはり求められるということを、我々札幌市と含めてですね、感染状況を踏まえた中で、その実行委員会の中でお話をして、今の現在の状況になっているということにはご理解いただきたいというふうに思います。ちょっと重ねてお伺いしますけど、と言いながら、市民会場的には見たい、どこに外出の自粛ですから、外出の自粛と言いながらも、やはり実際身近なところで見に行きたいっていう方がいると思うんですけども、実際の感染見る側の方が増えた場合、やはり実行委員会の中に北海道を連ねてるっていう部分で、それはオリンピックがやってる方だからっていうことにならないと思うんですけれども、そういった部分での責任ですとか、道民にまだついてありますけれども、どのようにこれは見ることを予防するというのを呼びかけていきますでしょうか。沿道での感染の自粛ってことで、これも徹底的に当日もですね、やっていただかなきゃならないというふうに思ってます。そもそも外出の自粛が徹底して呼びかけられてますから、そして沿道での応援の自粛が呼びかけられてますので、その中で沿道で観戦をするっていうことはですね、皆さんご理解ご協力をいただける方が札幌市民道民の方多いというふうに思ってますが、万が一、そういった沿道で観戦をするという事態に備えて、そこを徹底的にですね、なんていうんですか、沿道での感染、ここで例えば密がそういった起きないようにということで、対策は徹底してもらうということになります。ただそもそも、この11日までの期間、その外出の自粛、往来の自粛、これ札幌市民の皆さん、そして道民の皆様には札幌にお越しになるということを、そもそも自粛してくださいというお願いと、そしてこの、テストマラソン、これ一般の方は参加しないものです。でテストですので、そちらの感染の自粛お願いしてます。ですからそのことを我々もしっかり、各マスコミの皆様、その新聞だとかいろんなところでですね、積極的に発信してくださいって、こう私の方からもお願いしますけれども、その中で、そういった懸念する事項が起きないように徹底していただきたいというふうに考えてます。はい、わかりました。ありがとうございます。よろしいでしょうか。他はご質問ございますでしょうか。あ、すみません、前の方。アナウンサー新聞の松尾です。今のご質問の関連で確認したいんですが、目の前で極めて魅力的なイベントが行われる中でそれに来ないでくださいということは、そもそもこれは一体誰のためのイベントだとお考えをお聞かせください。これ大変皆さんにご協力いただきまして、当日の模様というのはテレビですとかラジオですとか、そういったところで誰もが見られる、そういう状況になってますので、
皆さん今回外出を控えていただくってことでゴールデンウィークになってます。ですので家でですね、普段一緒にいる方と、ぜひテレビでですね、またラジオで楽しんでいただきたいというふうには思ってます。ただ今の札幌の感染状況を踏まえまして外出の自粛要請出てます。また沿道での観戦を控えていただく旨、お願いをしておりますので、その点についてご理解いただいて楽しんでいただきたいというふうに考えています。もう一点だけ重ねてなんですが、そこまでしてやはり開く必要性がある大会であると、そういうイベントであるという、そういうご理解ということでよろしいでしょうか。マラソンのこのテストをやるんですね。でどういった課題があるかについてはテストをやらないといけない。で最小の人数でそれをやると、当初はそのフェスティバルってことで、2500人一般の方も走るということで想定されてましたんで、それはもう今の状況ですとこれ絶対無理だということでありますから、そこはもうやめてもらうということでありますが、極めて限定的な人数が、そのオフィシャルコースっていうんですかね、認定されたそういうコースを走るということ自体は私はこれ今いろんな課題を整理する上で必要だというふうには思っています。でその上で先ほど申し上げたように、そもそもがこの特別対策期間中は外出自粛でありますが、その沿道での感染については控えていただく。で見ることできないじゃないかっていうことについてはそのテレビやラジオなどで誰でもご覧いただけますので、そういった中で トップのそういった選手が走りますんでね、そういったものについては皆さんお家で過ごしていただくという中でご覧いただくと、こういうことが適切じゃないかと思ってます。よろしいでしょうか。他にご質問ございますでしょうか。奥の方。北海道新聞の西寄です。同じ話題なんですけれども、マラソンのテスト大会ですね。そのまん延防止等重点措置がその適用された場合に、これはその実行しうるものなんでしょうか。今言ったようにですね、その一般の方はこのマラソン走らないんですね。で必要最低限の人数がですね、そのテストということでコースを走られるという状況でありますので、その一般の方が参加して2500人走るってことを当初想定されてましたんで、それはもう無理だということだと私は思いますしね、その点は見直していただいてよかったと思ってますけども、そういった万全の感染対策を講じた上で、その想定されるコースをテストで走るという行為自体は直ちに感染が拡大していくという状況と直結する話ではないというふうに思いますので、万全の対策を講じた上で、実施するという話なんだと思ってます。わかりました。ちょっと前の話題に戻るんですけど、そのやはりまん延防止等重点措置について、その、国との協議という話です。その今北海道として独自のですね、ゴールデンウィークの特別対策をやっています。で、その対策の効果を見極めようと、そういうコンセンサスのもとに今、状況を注視しているっていう理解でよろしいんでしょうか。対策今緊急事態措置またまん延防止等重点措置、その中身っていうのが新しくなった対処方針出ました。そういったものも踏まえて、今回の対策札幌と協議した上で行ってます。で営業時間の短縮要請などについては今まだ始まったばかりではありますが、直近の人流なども我々注視してます。こういった効果も見極めながらですね、対応していくことになるというふうに考えてます。またこの連休中じゃ何も対策しないのかってことについては、この連休中にあっても状況が当然変われば直ちにそういった対応についても検討していかなきゃいけないと思ってます。国ともですね、そういった足元の状況などについては共有してます。つまり特別対策の効果を見ようねという認識で国と道が一致しているっていう理解でよろしいんですよ。
まあ、国がどういう考えでどう政策決定を判断しているのかというのは詳細私は分かりませんけども、まあ、少なくとも道と市の中で、まあ、今の足元の状況というのを慎重に見ているという状況があります。分かりました、はい。他にご質問ございますでしょうか。窓側の方。読売新聞井上です。すみません、冒頭と、まあ、先ほど対策本部でも、まあ、連休中も人流が減らず拡大した場合には、まあ、まん延防止等とまた緊急事態措置もですねについても言及されていたかと思います。まあ、これまでは、まあ、まん延防止の検討を進めるという話だったと思うんですけども、今回その緊急事態措置にも言及されたというのはそのまん延防止を経ずにですね、まあ、そういうことが可能なのかどうかも含めてなんでしょうが、緊急事態措置というのを取るということも想定に入れながら検討されるということなんでしょうか。まあ、今回前回出てきた対処方針がまん延防止等重点措置と緊急事態宣言だ緊急事態措置ってあるんですけども、結局なんて言うんでしょうか、例えば東京一都三県周辺でまん延防止等重点措置なのに緊急事態宣言と同じような対応ができるってなってますね、知事の判断で。なのでまあ、本来本当はまん延防止等重点措置っていうのがあって緊急事態宣言っていうのがあってて、まあ、ある意味この何て言うんでしょうか、段階がこうあったところが少し曖昧に対処方針上なったんじゃないかなと思ってまして、でまあそういった対処方針が新しくなった中で、どういった対策をより強い措置として講じることが適正なのかっていうことをやっぱりしっかり考えなきゃいけないと思ってます。でまあこれはちょっと分かりませんけども、11日までってことで緊急事態宣言とまん延防止等重点措置今なってます。全国的にですよ、全国的になってるんですけども、じゃあ12日以降どうなるんだっていうのが正直今誰も分かってないですよね。ですからそういった中でどういった強い対策が必要かということも含めてこれは考えていかなきゃいけないというふうには思ってます。もう一点、事業者への支援金などについてですね、今日政府が予備費を使って、まあ、5000億円支出するというふうに閣議決定されました。でそのうちまあ同分が、130億ぐらいですかっていうのが決まったと思うんですけども、まあ、先日知事と市長も国大臣に要望されていた中だと思いますが、このまあ、金額とかですね、まあ、そういう評価と、まあ、どういうふうに活用するのか、まあ、これまであったものをこのまで支援金出してきたものにこれを当て込むのか、まあ、もしくは今後新たに出すのかというそのあたりどのようにお考えでしょうか。まあ、まずはこういった形で総理が5000億に言及した中で、まあ、そのうち一部がですね、臨時交付金のそういった特別枠ということで対応されると。でこの点は知事会でも先般緊急要請で、私からもこの感染状況だけじゃなくて財政力、こういったものも踏まえてその交付額について考えるべしということを申し上げて、知事会全体の緊急申し入れとしてもそういった形になり、また札幌とですね、ともにまた道としても要請をさせていただきました。まあ、そういった状況の中でちょっと私のところに手元にないですが、全国で見ると多分4番目ぐらいなんですか、4番目ぐらいの多分金額になると思ってまして、そういった意味では緊急事態宣言、またまん延防止等重点措置の対象外の地域の中では一番多い額になっているんじゃないかと思いますから、まあ、こういったものを有効に活用して、まあ、今の感染状況、また対策を踏まえた中での、まあ、財源として活用していきたいというふうに思います。ありがとうございます。他にご質問ございますか。以上でしょうか。それではここからは、その他の話題もご質問も受けをいたします。質問ございませんでしょうか。朝日新聞の斉藤です。5月3日憲法記念日ということで、それに関連した質問をさせていただきたいと思います。昨年の2月28日に道独自の緊急事態宣言を
知事出されましたけども、その時法的根拠があるのかどうかを問われて、ないというふうにおっしゃったかと思います。でその後 その新型コロナ対応の有識者会議の中でもですね、こう宣言の妥当性については、まあ、概ね適切だったというふうなご意見が大勢を占めていて、まあ、そもそも論としてその法的妥当性にまでは言及はしていなかったのではないかなと思うんですけども、で改めてにはなるんですけども、そのこの地位としてはこの緊急事態宣言についてはその、まあ、発出のにあたっては法的妥当性について問題はなかったか、 つまりその宣言はですね、その憲法が保障する私権を制限するものではなかったという、そういう認識で、よろしいかどうかというのをお尋ねします。はい、まあ、昨年2月28日に緊急事態宣言ということで北海道独自 のものを出しました。まあ、その後特措法ですとか緊急事態宣言ってその名前の通り の対策が国の中で行われたということはあるんですけども、あの時点では新型コロナウイルス感染症という、まあ、まさに未知の感染症の、拡大が先行して本土でありまして、そういった十分な知見ノウハウがない中で、これは国内だけじゃなくて世界的にもそういう状況だったんです。まあ、そういう中でとにかく道民の皆様の命健康を守る、これを最優先に考えた中で行いました。で、今ご質問のあったような点についても有識者の中でどうなんだという話がありまして、まあ、有識者の皆さんから、まあ、法的根拠がない行動自粛等の協力要請ということで行政の要請の、中身についてはその行政の裁量の範囲内だということで可能だということで、まあ、これは、まあ、いわゆる医療ですとか教育ですとかそのフォームだとかそういったさまざま団体の方入っていただいた中で、まあ、ご議論いただいて、まあ、そういった行政の裁量の範囲内で可能だということで、まあ、ございましたので、まずそういったところで受け止めています。重ねてになりますけど、この緊急事態宣言ですけど知事はあくまでその要請でありまして、その、まあ、お願いベースであって、その、まあ、命令とか指示とかいったその強制力を伴うものではないということを当時から繰り返し強調はされていたかと思います。でこれは逆に言えばですね、その宣言をですね出すにあたって憲法に抵触する内容にしなければ、抵触しないような内容にしなければいけないということをあらかじめ、知事ご自身とかそれから道庁内で、その議論があった上でのそういうその結果としてのああいうふうな出し方ということになったんでしょうか。まあ、この緊急事態宣言発出にあっては当然さまざま議論をさせていただいた中で、その週末については外出を控えていただきたいということをお願いをする、このことがやはり今必要だということを判断をしまして、行政の裁量の範囲内でそれをやろうということを私自身が最終的には判断をし、皆さんにお願いをしました。この中で我々も当初ですね、記者会見でもこれは法的根拠が伴うものではないけれども、外出の自粛要請をさせていただくものですよということで、その背景も含めて記者会見の場でご説明をさせていただいて、そして道民の皆様がその背景も踏まえてご協力いただけたという事例だというふうに考えています。で最後ですけど、今特措法も改正されまして、そのまん延防止等重点措置などその都道府県知事がですね罰則などまあ、その要請に従わない場合はより強い措置を講じることができるようになりましたけれども、この現時点でもやはり知事としてはなるべくそういった措置はこうには踏み込まずにあくまでこう協力をお願いしていくというのがベースであるというそういうお考えでしょうか。基本的にはその罰則などの議論の中でもですね、それは慎重にあるべきということで国会の中でも議論が行われて
今回法改正が行われたわけですから、まあ、当然そういった精神の中で対応していくべきだと思います。まあ、今営業時間の短縮の要請させていただいて、まあ、初日27日のですね状況を一部毎回確認をさせていただいているんですが、まあ、8割を超えるまあ、9割近いですね皆さんご理解ご協力いただいています。これは29日遅くても29日ってお願いしている中で27日の時点で、まあ、8割以上の方々ご理解ご協力いただいてますから、まあ、そういった対策の背景などをしっかりご説明をしながら理解を得ていくっていうのは基本的なそういった考え方として必要なんではないかというふうに思います。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。はい、時事通信の三谷と申します。特措法の権限、特措法が規定する都道府県知事の権限について札幌の秋元市長は政令市に一部移譲すべきだというお考え示されています。繰り返しになるかもしれませんが、そこら辺の部分について知事のお考えをお聞かせください。まあ、それは政令指定都市の市長会っていうのがあって、まあ、その中で多分行われている議論なんだろうというふうに思ってます。まあ、どうしても、政令指定都市感染者数も多い、また保健所設置市、などという状況もあって、まあ、それぞれの都道府県知事としっかり連携をして取り組みを進めていかなければならないという状況の中で、まあ、いろんな議論があるということは承知しています。まあ、札幌の秋元市長とはですね絶えず対策を実行するにあたって、まあ、事務レベルはもちろんとして、秋元市長とも直接私も絶えず連絡を取りながら、これまでも札幌市内における対策講じてきましたので、そこはこれからもしっかり連携を密にしながらですね、適切な対応を取っていきたいというふうに思います。わかりました。もう一点、コロナから少しそれるんですけども、北方四島交流事業について実施主体がですね5月6月のこの交流事業断念を先日発表しました。で、知事昨年根室でですね上空異例は、まあ、今回限りの措置なんだというふうにおっしゃってたかと記憶してるんですけども、今後北海道としてどういうふうにこの交流事業に向けて取り組んでいくか、今の時点でもお考えあればお聞かせください。はい、まあ、これまずコロナのこの感染の状況から見送らざるを得ないということについては、本当に元島民の皆様、私も上空異例の時もそうですし、あらゆる場面でお話ししますけども、もう本当に皆さんの思いを受けますと大変残念だというふうに思ってます。この新型コロナウイルス感染症のこの世界的な感染状況などは当然あるんですけども、やはりこれは国や実施団体と連携してこの感染症安全対策マニュアル、この対策に基づくですね実施検証とかも我々としては早くやりたいということでこれ申し上げているので、そういったこともですねぜひやっていく必要があると思ってます。これは元島民の皆様からもですね具体的な動きはないんだと、非常に心配だという声を寄せられてますから、その千島連盟をはじめ皆さんと国に対して今回の見送りもありますが、しっかりとして国に対して働きかけをしていきたいというふうに考えています。わかりました。他よろしいでしょうか。それでは、以上で本日の定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。